す。ご結婚おめでとうございます。ということで、はいどうもこんにちは、ザワと申します。ドラクリオと続きやっていきましょう。ということで、いやー、やっとですねラスボスも倒しね、もう数々の、フラグを乗り越え、そしてね、最後の最後にもうリオさんがまあ、プロポーズまがいなね、ちょっと提案をしてきて、ちょっとお互いリスクのある提案をしてきて、ゆうとくんがプロポーズに踏み切ったという。いやー、もうね、綺麗な流れだったね。そして、リオさんはそれを受けて、気絶をするというね、今そういう状態になってるわけなんですが、はい、どうなっていくのか。はい、もうね、ラストも近いという感じなんですが、続き見ていきましょう。私はそのまま気を失ってしまいました。熱はそんなに高くはないみたい。気づいたらもう部屋まで運ばれてるっていう。ゆうと、一体何があったのかしら。ゆうとくんというより、まあ、リオさんがちょっとね、リオさんがちょっとね、こう、過剰に反応してしまった感じだったな。いや、ちょっと、話をしていたら、急にフラフラパタリって。いやいや、急に話じゃないだろ。プロポーズをしたんだよ、ゆうとくんはな。なんだ急にフラフラって。話って。なんでそこぼかすんだよ。ねえ、もう自信持っていこうぜ。おぼろげな意識の中、みんなの声が聞こえてきました。ここは？あれ、なんで私、自分の部屋に。話ってどんな？聞いてきますよね。まあ、寮のみんなに隠すような話じゃないから。思い切って言ってしまうとだな。ふむふむ。リオがどうしても俺の子供が欲しいというので、その前にはっきりさせておこうと思って結婚しようと言ったら倒れた。あ、そっか、私それでもう今リオさん起きてるもんね。おお、ちょっとムツラ君、いいの？そんなすぐにプロポーズのことみんなにバラしちゃっていいの？いや、だってねえ、その聞かれたら言うしかないですよね。しかも隠すようなことでもないしな。子供が欲しいだなんて、あの稲村さんがもうそんな大人に、これが優斗の状況の成果だとでも言うのかしら。いや、あの人間というか、まあ、吸血鬼もそうかもしれないけど、あの本能ですから、これ。本能ですから、あの生物のね、あの子孫を残したいっていうのは、あの調教とかじゃないですからね。リオくんらしいといえばリオくんらしいと思うけど、それはすぐに卒倒したということかい？返事は？いや、一応倒れる前に結婚しますとは言ってくれたんだが、起きてからもう一度聞いてみた方が。ゆうとさん。そんなの恥ずかしいから何度も確認しないでください。そうやな、私の答えなんてどう考えたって決まってるの、ゆうとさん。だって分かっているはずなのに、もう。もうつってなあ。そうだよな、いたずらだよな、本当にな。そんな気持ちを込めて、私はベッドから手を伸ばしてゆうとさんの袖口を引っ張りました。リオ、おい、大丈夫か？お、リオ起きた。でもそうですよね、こういうことはちゃんとしないといけません。ゆうとさんもそのためにはっきりさせたいと言っていたはずです。まあな、改めてな。恥ずかしいけど、恥ずかしくても他ならない寮のみんなの前でそれをはっきりさせるべきだと思いました。結婚します。お、私はゆうとさんの お嫁さんにして。いや、まあでも、あれだよな。やっぱこういう時、緊張しちゃうよな。なんかこう、お似合いだなって、こう、周りは思うしさ。まあ見てるんだけど、そういう風にはもう見えるんだけど、やっぱりその、当の本人たちはちょっと厳しいよな。やっぱりな。いいよ。待って、また？僕が限界でした。また頭まで血が昇ってきてしまい、私はヘナヘナとベッドに沈み込んでしまいました。これ永遠とちょっと起きてこなくなっちゃうかもしれないから、ちょっとそこら辺にしといてくれ。
そんな私を見て、ユートさんが優しい笑顔を見せてくれます。ごめんなさい。私、さっきもびっくりして、急に体中の血が全部頭に上ってきたみたいになっちゃって、それで…キリッとした顔で、子供が欲しいんです、なんて自分で言ってたのに。それと結婚とは別の話じゃないですか。そうかな。まあまあでもそうか。まあ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 。ゆうとさんは優しいのに、基本的に意地悪です。いじめっ子です。そうですよね。特に、ベッドの上ではな。うん。好きな子をいじめて楽しむタイプです。私の、つっついては、つっついて欲しくないところを的確につっついてきます。そうですね。物理的にも精神的にもね。うん。全然別の話じゃないと思うが。それより、結婚しようと言っても、ともかくは学院を卒業してからの話だからな。ああ、はい、そうですよね。では、私が卒業するまで、待っていてください、ゆうとさん。ああ、そっか、一年ラグがあるからな。ああ、もっとも、俺が留年したら、リオと同じ年の卒業になるけどな。留年になんて、私がさせません。どういうことですか？まともに出席していたら留年になることなんてほとんどないんですから。これからも毎日ちゃんとお菓子に行きますね。なるほどね。はい、まあ結婚する前からもう嫁という。もはや嫁というね。はい、なるほどね。まあそこはもう変わらないですね。もう今までのそのなんていうかな、まあフラグというか今までのこの、ラインとも全く変わりなくこう行くという、まあそういうことですね。はいはい、頼りにしてるよ。あれ、そういえば、先ほどまでみんないたと思ったのに。どこに行ったんだ。ほんとだ、いつの間にか誰もいなくなってる。どうした？あんな甘ったるい空間にいつまでもいられないわ。そうですよね。はあ、あってこ。そそくさと出て行ったんだな。私はもうちょっと見てたかったんだけどな。まあ、エリナはな、あの先の方まで見たかったかもな。やはり野暮は良くないよ。うん、それにほら、二人きりにしてあげないといろいろと大変だろ。まあ、あの雰囲気ならね。察するな。そうよ、ユウトは野獣で、稲村さんは調教済み。そうならないはずがないわ。何ですか、そうなるって。そうって何ですか。私やっぱり止めてくる。寮長として。で、止めようとしてこうチラッと見た状態でこうずっと固まっちゃうんでしょ。あずささん、ダメーとか言えずにずっと見ちゃうんでしょ。もう真っ最中だったりして。おっと、へっ。私の知らないところでそんな話が繰り広げられていたと後になってエリナちゃんから聞きました。やっぱりエリナから聞いたんだな。でもあの時はしばらくユウトさんと取り留めのないお話をしていただけです。本当です。おう、え、それから数日後、ユウトさんと私はサヨ様と面会する時間を作ってもらいました。まあ、サヨ様ね。もちろん、私たちが出した結論をサヨ様に伝えるためにです。まあ、なんだったっけさ、なんだったっけさって。なんかすごい語尾に変な語尾になったけど、お互いを吸血し合うっていうことだよね。そう。だからその記憶の関係がどうなるのかはわかんないんだけど、結構リスキーだよね、本当。まあ、食い合うことで、ライカンスロープ印象をお互いこう、なんていうか、相殺というか、壊し合って、まあ、なんていうかな、まあ、吸血鬼に、まあ、人間になるのか、まあ、ヴァンパイアウイルスが死滅する可能性があるからね。まあ、だから、お互い人間になろう、みたいな。だからそういう、まあ、一か八かって言ったら、あれかもしれないけど、なんかそういうね、ことをやろうとしてるわけですからね。ゴアッパは重々承知していると思うのじゃが、人の記憶を背負うというのは並大抵のことではないぞ。てかさ、ねえ、吸った時にユウト君の記憶まで吸っちゃったらさ、
それやばくないってなっちゃうよね。そこ大丈夫なのっていう。あのさ、そう、前からね、その話が出た時から思ってたんですけど、記憶は全部吸うわけじゃないのかな。その、なんか、吸いたい記憶だけ吸えるみたいな。それはないか。どういう感じなんだろうね。覚悟しています。うん。それでも、いえ、それだからこそ、私もそうあることで、ユートさんの支えになれればと思っています。うん、見上げた覚悟じゃが、コアッパもそれでよいのか。この小娘にもそれを背負わせると。さすがに悩みました。ですが、ライカンスロープ因子が子供に遺伝してしまう懸念もあります。うん、それらを考え合わせた結果、リオが出したその答えを支持することにしました。それと、これは扇先生に確認していただきたいことなんですが。うん、なんじゃ。扇先生が今もなお、ライカンスロープとして蓄えていた記憶を鮮明に覚えているのか、です。あー、なるほどね。その残滓じゃないけど、うん、ちょっとでもこう残っててみたいな。ほう。膨大な情報量のはずなんですが、誰かの記憶を思い出そうとすると、まるで優秀なナビでもついているみたいにすぐに思い出せるんですよ。もし、この情報の整理、検索能力もライカンスロープの能力の一つだとするなら、その力を失えば記憶自体が薄れてしまうような気がするんです。まあね。昔読んだ小説の内容が思い出せなくなるみたいに、人間の記憶力の範囲内にとどまるんじゃないかと。うん。なるほどの。ああ、なるほどね。だから、その、トレースする能力がなくなったから、あ、てかさ、そっか、その記憶はもう、なんか、あれか。あの、ライカンスロープの能力で引き出してただけだから、どういうシステムなのか俺はちょっとわかんないわ。ごめん。俺の頭ではちょっと理解できなかった。実際、他の人の記憶って、小説やドラマみたいな認識なんです。そりゃ、突然入り込んできた時には混乱しましたし、記憶の内容によっては考え方に影響も出ると思いますが、俺が俺の自我を失うわけじゃない。まあ、あれですよね。まあ、わかりやすく言えば、なんかネタバレが流れ込んでるような感じだよね。だからこれからなんか、ナルト読むぞーみたいな時にさ、ナルトの、なんかネタバレがもう先にもう入ってますみたいな。なんか、よし、これからワンピース行くぞみたいな時にさ、ワンピースのネタバレがもう、なんか、最新刊までこう入ってきますみたいな。もう最悪ですけどね、もう。まあでも、まあまあ、それによって自我は失わないとは思うけど、嫌な記憶までな、こう入ってくるからな、こうバイオハザードのさ、なんかその、トラウマのさ、シーンを見た記憶まで入ってくるわけでしょ。もしかしたら。その、まあ、その、わかりやすい例だけどね、これは。だから、なかなかですよね。まあでも自我をね、まあ相当やばい記憶だったら自我を保つのも結構やばそうだけどね。ハリウッド映画ばりの大恋愛の記憶もあったりしますが、こうして俺は今でもリオを愛しています。そうなんだよね。そう、恋愛のことに、あの、なんつうかな、その、愛っていうもの、その恋愛感情までね、引き継いじゃうんですよね。ここに関しては、あの、あずささんルート、あの、見てください。そう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 。あのね、そこがかなりね、あずささんルートでは肝ですね。扇先生が、蓮沢教授の記憶を持っていながらも、研究自体を未大事に任せていたのもそういうことみたいです。蓮沢教授の記憶としては、興味深いものでも、扇先生にとっては、ライカンスロープにまつわる研究そのものが、抱きすべきものでした。これ、なんて読むのこれ。水気なんて言うんだろうな。なんか、最近難しい感じ多いな。すいません。うん。小説やドラマを見て、主人公に共感し、涙を流すこともありますが、共感したからといって、主人公の性格そのものになってしまう人は、まずいない。だから大丈夫。心配が全くないとは言いませんが、リオならば、それを乗り越えてくれると、信じています。ユウトさんの説明に、さよ様は楽しげな様子でうなずきました。そこまで考えておるなら、わしから言うべきことは何もない。
元木の記憶がどうなっておるかについては、わしも気になるところじゃ。こちらで確認しておこう。ありがとうございます。ありがとうございます。では、この件については追って沙汰する。わしはこれからアンナのところに行かねばならん。おう。そういえば、今日はアンナさんがいませんね。ちょっと入院しておってな。え？元木と変わった医者が、融通の期間医師頭で、アンナともども頭を抱えておるところじゃ。そっか。てか、そんな、てか、ねえ、元木さんクラスにさ、こう、なんだろう、吸血鬼に精通してる医者がいるのかな。元木さんが相当凄腕だったからね。まあ、なんだかんだね。まあ、最終的にラスボスだったけど。元木のやつも、随分と大きな問題を残してくれたものよ。そうよな。まあ、その記憶を受け継いだ、ゆうとくんがね、その面倒を見てやるっていうのもできるけどな。一応。まあまあ、それはもう、まあ、今後のな、幸せな未来には必要ないことだからな。さよ様は呆れたようにそう言ってから、ニッと笑いました。なんというか、やっぱりすごい人だなぁと再認識した感じです。どうせリオは、後で知ることになるから言うんだが。はい。扇先生。あの事件の時に言い放ったほど、さよ様のことを。ん？足用？待って。足用って俺、聞いたことない。悪いようにはってことかな。足用には思っていなかったんだ。どちらかといえば、曲がりなりにもこんな不安定な、吸血鬼社会をよくここまでまとめ上げているもんだと感心していたみたいだ。それと、さよ様が心臓を握りつぶしていたくらいじゃ死なないことも知っていた。ま、知っていたからってやっていいことじゃないが。まあね、やれることでもないしな。まあサイコパスだったからな、それぐらい。それ、さよ様には。言ってない。すでに死んでいる人の記憶ならともかく、扇先生はまだ生きているからな。俺から言うべきことじゃないと思う。まあな。そう話すユートさんの横顔を見て、私は温かい気持ちになりました。この人を好きになって本当に良かった。そう感じられずにはいられません。おお。他にもきっと、いろいろあるんでしょうね。あ、これさ、もう今思ったんだけどさ、てか今ってか遅いよって感じなんだけど、記憶これ奪ったらさ、奪われた側の方にもその記憶はまだ残ってんだ。じゃあちょっと待って、俺の認識がさちょっとよく分かってない状態で申し訳ないんだけど、まあ記憶奪いました。でまあウイルス破壊されます。だけど能力は、能力はじゃねえや、その何だっけ、奪われた方も記憶はまだ残ってんだ。トレースできない。好き勝手トレースできないだけで。そういうことね。うん。ゆとさん、ずっと、扇先生って言っていますから。お。ゆとさんは許せない相手には、先生なんてつける性格じゃないと思います。そうだよね。扇って言ってたもんな。その辺も、全部わかってしまうわけですね。他の人の記憶より、その方が少し抵抗あるかも。そっか。その、ゆうとくんの記憶まで、そうだよな、確かにな、奪ってしまうからな。俺の記憶は知りたくない？ものすごく知りたい気持ちと、知りたくない気持ちが混ざっちゃっています。まあ、そんな、クオリアみたいな感じだよな、そこは。なんか、知りたいけど、知りたくないみたいなね。その、うん。なんかこう、うん。全部知りたいっていう気持ちもあるんだけど、知らなくていいやっていう。まあ、なんかこう、難しいね。パラドックスというか。しているのが当たり前になってしまったら、うん、今みたいに、ゆうとさんの考えを当てる楽しみもなくなってしまいますし。そうだな。まあでも、あれだよ。これからまた、どんどん変わっていくでしょ。うん。そう。もう二人だけの価値観にしていけばいいんだよ。ね。なんで俺がねって言ってんだよ。それでも、覚悟しているんだな。はい。ただ、二人が記憶を共有しているからこそ生まれる楽しみや喜びもあるんじゃないか、
なんて楽観的に思っていたりもするんです。うん、大好きなユートさんとのことですから、辛いことでも悲しいことでも二人で乗り越えていけると信じています。そうだね、まあ記憶は過去のものでしかないからな、新しい思い出を作っていけばいいんじゃないですかね。だけど辛く思う前に悲しく思う前に二人の楽しみに変えてしまえることもあるんじゃないかって、ユートさんの記憶が流れ込んできたらそんなこと言ってられなくなっちゃうかもしれないですけど、今はそう思っています。私がそう言って微笑むと、ユートさんはその大きな手で私の頭を撫でてくれました。そしてまた数日後、さよ様から報告がありました。扇先生からその記憶の大半が今までほど詳細に思い出せないとの回答があったそうです。それを受けてユートさんと私は早速計画を実行に移すことにしました。うん。お、体育館。万が一に備えて寮のみんなとさよ様に立ち会ってもらうことになっています。まあリスクがあるからな、本当に。内観スロープが吸血鬼から吸血する際のプロセスは、能力と記憶を情報として取り込んでからヴァンパイアウイルスを破壊するというものです。うん、このプロセスが正しいのなら、お互いに噛み合うことでお互いのヴァンパイアウイルスを破壊することができるはずです。そうなんだよねそうなんですけど、覚悟は良いな。はいはい。では始めよ。もう歴史的瞬間だよね。でもね、ユートさんと私はお互いの正面に立ち見つめ合いました。覚悟はできています。だけどユートさんだけではなく、ユートさん以外の人の記憶も入ってくるということに一抹の不安もありました。リオ、どうやらユウトさんにその小さな不安が見抜かれてしまったみたいです。少しだけ怖いです。その分は俺が支えるから。私がユウトさんを支えたいのに、いつも支えられてばかりという気がします。まあそうだよね、リオさんの記憶もまあユウト君がこう受け継ぐわけだからな。受け継ぐというか、まあ奪うというか。だけどそれが心地よく思えてしまうので、私は本当にユートさんのことが好きなのだと思います。はい、ユートさん、お願いします。もう最後までのろけだったね。じゃあ。はい。私たちは体を寄せ合い、お互いの首筋に顔を近づけていきます。寮のみんなが不安な表情で見守っているのが見えました。大丈夫。私たちはきっと大丈夫。ユートさんのたくましい首筋に私の牙が埋まっていき、ほぼ同時に私の首筋にもユートさんの牙が埋まっていく小さな痛みが走りました。すぐに甘く溶けるような血の味が口の中に広がって、痺れるような衝撃が体中に伝播していきます。おおこれね、ちょっとこれ外したくないんですけどね、下のテキスト一瞬だけ外しましょうか。はい、もうちょい時間置くか。いや、なんかいいなぁ。ゆうとくん、なんか髪の毛少なくなってない？大丈夫？すいません、こんな状態でちょっとなんかあれなんですけど、なんか髪の毛この前見た時よりなんか少なくなってる気がするんだけど、まあ、相当いろんなことあったからな。まあまあまあ抜けたんでしょうかね。はい、じゃあ行きましょう。そんなことはいいな。リオのことが好きだ。最初に伝わってきたのはそんな強い感情でした。あー、なるほどね。いやー、これ嬉しいだろうな。なんかその相手の気持ちっていうのをね、知れてしまうというか、まあこれがユウトさんの一番大きな思い。ユウトさんはこんなにも大きく強く、そして熱く私のことを思ってくれていたんだ。嬉しい、すごく嬉しい。俺も嬉しいよ、リオ。愛されているとは思っていたけど、想像以上だった。ユートさん。
どうやら相互に記憶を流入させることで意識が接続されたような状態になっているらしいな。すげえ。一つになっていくみたいなさ、表現あるじゃん。本当そのまんまって感じになったんだろうね。げえな。なんかすごいですね。会話しているのに言葉で認識しているわけじゃないというか、五感すべてで会話しているというか。うん。なんかあれだわ、あのキーさん作品見てる感じ。すごいすごい、なんかこう神秘的な感じだね。確かにすごいな。すべての感覚とすべての記憶が全部同時に認識できているみたいだ。リオの記憶もほら。え？それはなんてことのない寮での食事の風景でした。いつもの肉じゃがに会心の一工夫を加えてその反応を伺っている自分がいます。反応を伺っているというか、途中から完全にユウトさんのことしか見ていなくて。そっか、そこもね。リオってこんなに俺のことを見てたのか。ほら、こっちの記憶でも。しょっちゅうユウトさんの横顔をチラ見してたところなんて見ないでください。それを言ったらユウト君のさ、そのね、胸をチラ見してたところとかさ、足とかをこう見てたところとかね、え、最初の風呂のシーンとかもさ、全部こうリオさんのところに行くわけでしょ。見ないでって言われてもな。記憶として入ってきてしまうのは、しまうものは確かに仕方がありません。ユウトさんの記憶だってこちらに入ってきているわけですから。ユウトさんだって見なかったことにするって言ってたはずなのに。うん。私の裸とかこんなにこんなに鮮明だったんだろうな、よりな。ああ。男子ってそういうのこう鮮明に思い出せるからな。ああ。すごいよね、やっぱり。刻み込まれてたんだろうな、よっぽど。ものすごく鮮明に見られていました。しかも、ゆうとさん、驚きながらも完全に凝視しています。見すぎです。そうですね。すまん。すまん。すげえシーンだな、これ。ゆうとさんはそう言って謝ってくれましたが、私がエッチの時にどれぐらいゆうとさんのお人事を見ていたのかも見られて、しまっていますと。なるほどね。そりゃそうでしょうね。うん。覚悟が決まっていなかったらこの時点でそっとしていたと思います。そうでしょうね。危ないよね。でももっといろんなことが入ってきます。ゆうとさんの小さい頃の記憶も。ああリオの記憶もだ。決して幸せな記憶ばかりじゃありませんでした。親がいないことを嘆き、何日も泣き晴らしたこともありました。悪意のない友達の一言に深く傷ついたこともありました。私の記憶がユウトさんの中を駆け巡り、ユウトさんの記憶が私の中を駆け巡っていきました。そして、ユウトさんが持つ、扇先生をはじめとするあまたの吸血鬼たちの記憶も駆け巡っていきます。おぞましいまでの悪意を持つ記憶もあります。下劣で陰惨な戦いをくぐり抜けた記憶もあります。深い絶望に満ちた記憶もあります。そのどれもが私の胸を打ち突き破ろうとします。扇先生の真実を知りました。扇先生を使って実験を繰り返していた反体制組織は扇先生自身の手によって壊滅していました。やっぱりか。そこら辺も全部流れ込んでくるもんな。いや、すげえよな。もう、元木さん、相当強かったんだろうな。その様子は、あまりにも、凄惨で、筆舌に尽くしがたいものでしたが、私や、ユウトさんに、対して行われていた実験も、そのおかげで、亡くなりました。まあ、なるほどね。そっか、そのおかげで、亡くなったんだ。あ、まあ、そうだよね。扇先生が、ただ自分が逃げるためだけに、その力を振るっていたら、私たちへの実験はまだ続いていたでしょう。もっともっと、たくさんの記憶たちが、たくさんの人間の側面を見せてくれました。まあ、あれだよね。扇先生が、こう、いい感じに、こう、殺し屋みたいな感じで、こう、牽制してくれてたんだな。だからまあ、いろいろと、これやばいぞってなって、まあ、頓挫したというか。
だけど、そのいずれにも誰もが幸せになれるような正解は含まれていませんでした。何よりも、それが一番悲しい。リオ。ユウトさんは、こんなに悲しい記憶たちを抱えていたんですね。でも、大丈夫です。私には、ユウトさんがいますから。私には、ユウトさんがいる。愛しています。ユウトさん。俺も愛している、リオ。ユウトさん。リオ。ユウトさん。私。大丈夫か、リオ。はい。ユウトさんの記憶、確かに受け取りました。優しすぎですよ、ユウトさん。そっか。もうな、ユウトくんの、まあ、その優しい一面も全部受け取ったわけだからな。いやー、でもより好きになれそうだよな。いや、俺はリオのことが大好きなだけだ。優しすぎなのはリオの方だろ。まったく、突っ込み入れたくなる記憶が多いぞ。そうだな。私だって、ユウトさんのことが大好きなだけですから。とろけてるなぁ、もう。幸せそうな顔だね。リオ、俺の記憶をすべて知っても、まだは俺と共にいてくれるか。はい。ユウトさんと、この先もずっと一緒にいたいって、ますます思うようになってしまいました。いやー、いいな。より、みたいな。そっか。そして、お互いがこのアクアエデンに来るまでの経緯を知って、はっきりと確信しました。ああ。ユウトさんも確信を持ってうなずきました。二人の中では、それはもう当然の帰結になっていました。運命が俺たちを導き、そして、俺たちはここで出会った。そして、ここからは、二人の運命を重ねて生きていく。私は幸せです。ユウトさん。俺も幸せだ、リオ。ユウトさんの両腕が私を力強く抱きしめてくれます。私もユウトさんの広い背中に手を回して、その体を抱きしめます。あったかくて、とても気持ちいい。大好き、ユウトさん。リオ、本当に幸せ。このまま私は。首筋から口離したと思ったら、うん、急に大告白大会が始まったんだけど。エリナ。そこは黙っておくところだろ、エリナ。いつも、ね、フラグは立てるし、フラグは壊すし、うん、いい雰囲気は壊すし、いい雰囲気はなんか、うん、作るし、どっちなんだ。もう、すごい雰囲気ブレイカーだよね、もうね。このまま押し倒してしまうくらいの勢いね。なんかどっかで聞いたフレーズだな、それ。なんかすげえデジャビなんだけど。ここ、一応学院の施設なんだよ。ダメだよ、こんなところでそんなエッチなこと。もうパターンだね、これ。ここまでがワンセットなのかな、これは。やはり寮の自分の部屋でするべきだよね、うん、ベッドもあるし、すぐにシャワーも使えるし。ニコラ、そういうことじゃないんだ。ニコラ、それもダメ。ダメって言ってもね。リオは子供が欲しいって言ってるんだから、うん、セックスしないと、うん、そうだね、そう、確かにね、うん、そうよね、すで、うん、に将来だって誓い合っているんだから、うん、セックスくらい普通よ、うん、でも二人はまだ学生だし、わしの幼い頃は塔で祝言をあげることも珍しくはなかったかの。やめてくださいよ、科学が発達してね、そのね、ちょうどいい年齢っていうのが決まってるわけですから。なんかよくわかんないけど、基準は左右様までそんなことを。
耳に入ってないのか大丈夫かな。リオさんずっとこの顔だけど。あ、聞こえてるみたいですね。そういえば、ここは学院のトレーニングルームで、皆さんに立ち会ってもらっていたんでした。どうやら、私たちは吸血を終えて、お互いきつく抱きしめ合っていたみたいです。もうね、そうやな。その間、ずいぶん泣いていたみたいで、ゆうとさんの肩はぐっしょりと濡れていて、私の肩もやっぱり同じくらい濡れていました。まあ、ゆうとくんも。そっか。あ、正気に戻ったみたい。うん、どうする？セックスするなら気を使って、みんなここで見てるけど。なんで見てんだよ。気を使うんだったら、そう見るな。出ていけ、じゃあ。それ全然気使ってないだろ。セックスするんだ。そっち、しないよ。いやー、さすがエロナでしたね。うん。やっぱり寮に帰ってからだって。だって。だってじゃないんだよ。それはそうよ。けだものの言うとはともかく、稲村さんがこんなところでするはずないわ。何ちょっと乗ってきてんだ、ミウは。ゆうとさんの記憶をもらったことで、エリナちゃんやヤライ先輩が言っていたことの意味がだいぶわかるようになりました。そうですよね。そっか、ゆうとくんが、てかさ、あれじゃん、ね、そういうね、営みをするときにさ、お互いが、こう、まあ、なんていうかな、あと、お互いの弱点となるような記憶が、こう、ね、こう、あるわけですよね。ね、お互いが、こう、いいなと思ったところの記憶っていうのも、こう、あるわけですよね。それはなかなか、興味深いですね。女性の記憶ってさ、結構興味深いよね、そう考えると。だから、ゆうとくんが、そういう記憶を持っているってことは、いやいやいや、この世で一番女性の気持ちがわかるという、ことになったわけですけども。ね、なかなかそういうの無理だからな、記憶を、ね、こう、なんかさ、その異性の記憶とかさ、異性がどう思ってるのかみたいなことをさ、知ることってできないからさ。ゆうとくんからしたら、てか、ゆうとくんもリオさんもお互いのね、まあ、弱いところをこう知ってしまったの。何の話してんだ、俺。何の話をしてるんだ。この二人、私がエッチな記憶が何もないと思って、好き放題言っていたんですね。うん、そういうことですね。でも、二人が知っていることよりも、もっともっとすごいことも知ってしまったので、そうですよね。今度は私が二人を手玉に取ることができると思います。怖いよ。リオさん怖いよ。リオに帰ってからもしない。しないんですか？え？リオさん？ちょっ！ちょっと怖いね、これ。それと好きな人をいじめたくなる気持ちも分かってしまいました。やばい、ハイブリッドになってしまった。リオさんが。これが病みつきになってしまうと、ユートさんが少しかわいそうかもしれません。そうだよな、確かにな。でも逆に言えば、ねえ、リオさんの気持ちもユートくんは知ったわけですから、まあ、お互いかわいそうに思うんじゃないですかね。どうなんだろうね、これ。S と M の気持ちがさ、こう、気持ちというか記憶がさ、こう、両方、なんていうかな。お互いがさ、S と M の気持ちを知ることになったらどうなるんだろうね。もうなんかすごいね。いろいろ妄想がはかどっちゃうけど。でも、しちゃいたいのは本当のことです。まあ、でしょうな。リオちゃんまで？ああ、清純なリオちゃんが、ムツラ君のせいで、ムツラ君のせいで！汚れてしまった。まあ、これで、二人が子供を作る障害はなくなったと言えるわけだからね。まあね。うむ。どれ、まずは口を見せてみろ。さよ様がつかつかと近づいてきて、いきなりユウトさんの上唇を引っ張り上げました。あら、あれほん、何を言っておるのかわからん。うん、どうやら牙も人間のものへと変質してきているようじゃの。お主も見せてみよ。はい、さよ様。あいいな、今の。うん。今度は私の上唇がつまみ上げられます。俺の時だけ乱暴にしないでください。小娘の方も乱暴にせよと？リオには優しくしてあげてください。うむ。こちらの牙ももう、
吸血鬼のものではなくなってきておるようじゃ。それではさよ様。ああ、お主らの計画成功したようじゃの。マジか、すげえな。ゆうとさん相当リスクあるかなと思ってたけど、いや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 、リオ、あ、あーすごいいい、これいいな、この一枚絵。これなんか、これ一枚絵、これだ、あれだな、サムネだな私が手を合わせるとユウトさんの手がそれを包み込むように重ねられました。その温かさを感じるだけで体の芯がゾクゾク震えるほどの喜びがあります。これで心置きなくユウトさんとくっついちゃえるくっついちゃう、うん。否認を考えるとゴムは必要なんだけど、私にとっては手袋をしたまま手をつないでいるみたいな印象で、おう、あ、もしかしてそんな風に感じていたこともユウトさんに知られちゃっているってことじゃ。いやいやいや、もうこれからの記憶はまだ知られてないですからね。で、思い返してみたらユウトさんも生で従っていたみたいです。そうでしょうね。あ、そっか、あの最初の時にそういう話がありましたね。ここの、あのゴムがどうこうみたいな。あ、それか。そっか、そうだね。もう、ユウトさんのエッチ。いや、俺は何もエッチなことは言ってないぞ。でも。まあ、わかるけどな。子作りに励むのも結構じゃが、一応血液検査をしてからにしておけ。念のためじゃ。そうじゃな。そうじゃな、つっちゃった。はい。ほら、セックスする気満々だよ、うん、リオ、うん、もう寮にスイートルームでも作った方がいいんじゃないの。スイートルームですか。学院の寮なんだからそんなのダメに決まってるよ。待ってちょうだい。こうなった以上この二人にはそれ以外の選択肢もあるのよ。お、それ以外。そうだね。ああ、二人はもともとは本土の人間だ。吸血鬼で亡くなった今、アクアエデンで暮らす義務もなくなった。確かにね。あ、そんな。そういえば、そうだな。てか、あいつが、名前忘れちゃったけどさ、名前忘れちゃったけどさ、あいつ元気してるかな、本土側にいるあいつな、最初に、ねえ、出てきた。名前が出てこねえ。やべえ、忘れちゃった。なんだったっけ。もういいや。そんなこと全然考えていませんでしたね。うん。ではこれから考えよう。取り立て急ぐ必要はないが。考える必要も特にないよな。そうですね。私たち家族は寮のみんなくらいしかいませんし。ああ、そっか、みんなが家族みたいなもんだもんな。あ、そうだ、思い出した、ナオタだ。ナオタ、今さっきまでの全ての記憶を共有したからか、ユウトさんの考えていることが手に取るように分かりました。ユウトさんと視線を合わせてうなずき合います。それだけでユウトさんの方も私の考えていることが全て伝わっていると分かりました。お、すごいシンクロじゃん。俺たちの方からお願いします。俺とリオ、今後もこの島の一員でいさせていただく。あー、最悪な噛み方だね、今の。俺とリオ、今後もこの島の一員でいさせてください。よろしくお願いいたします。いや、もう最後の最後に噛むのっても最悪や。私たちが二人揃って深々とお辞儀をすると、みんなしばらく押し黙ってしまいました。そしてようやくといった様子でエリナちゃんが口を開きます。やっぱりまずはスイートルームを作るべきだって。もうスイートスイートルームでも作っとけば甘々なルームでもな。そうね、私もエリナの案に賛成するわ。どう見てもすでに夫婦だからね。うん、目の毒というやつだよ。前からそうだったけどね。でもでも、それならダイニングも別にしないと、はい、あなたあーんとかできないよ。うん、あーんができないのは問題ね。そこ問題なんだね。そこ重要なんだね。さよ様、さよ様、ここは市長の力でドドーンと寮を増改築しちゃうってのはどうでしょう。いや、職権乱用じゃね、それ。待て、それなら新居を用意すればよいのではないか。
やべ、なんかみんな話が膨らんでくよ。それじゃあ私たちがニヤニヤできないじゃないですか。あれだよ、あのね、そう作っといて、あのカメラを仕掛けるんだよ。ダメか。ダメだな、それはな。確かに。そうだよね、私たち家族だからニヤニヤする権利くらいはあるよね。なんだニヤニヤする権利って。なんだよそれ。さっきまで否定派だったはずのメラ先輩までもが、なぜかスイートルーム擁護派になってしまいました。やはり、リョウは早急に出るべきだという気がしてきたんだが。ニヤニヤされるくらいいいじゃないですか。もうな、自信満々だ。ま、そうだな。